緒やろ、一緒やろ、一緒、一緒、一緒やろ、一緒。なんか YouTube 見てくれよ。そうなの、道場のファンだ。すごい縁なんだ、美大のシャツも買ってる。そう、そう、杖をつかなきゃいけないぐらい脊椎狭窄症になっちゃって、はい、車椅子だったり。すごいとこ行っちゃうでしょ。アバターのあれとかね、アバターの化粧やってる。妄想族全盛期みたいな。あそこで出会って、中学校は隣の隣ぐらいでね、うん、ちょっと付き合ってたんですよ、リアル。まあ前回と同じ、ちょっと値引きして、はい、あの販売するんで、ぜひ本当にね、あの動画、お疲れ様です。ちょっと視聴者の人はちょっとあんまり知らないと思うんですけど、もともと何ですか、なんか YouTube 見てくれて、そうなの、問い合わせてくれたんですよね。道場のあのファンだ、ひなちゃんの結婚報告あったでしょ。だから私たちが YouTube に撮らせてほしいと、はい、申し込んで、はい、断られて。あ、そうそう、そう、美容が化粧されるのがちょっと苦手。ああ、そういうこと、うんうん、結婚式はしてないよ。じゃ結婚式をそれでしようみたいな。ああ、それだけで。だけど美容がダメだからペコちゃんにってなったけど断られ、じゃ断られ、ペコちゃんも入れなかった。こんな動きで断られるだろう。結婚式のあれでもう全部急ぎだったから全部詰め合わせとるからもう間に合わないってなって。だけどこれ視聴者の皆さん、これ何をこの奇跡の出会いかっていうと、うん、それキルノって何回も来てくれるんだよね。何回も来てもらってるね。いや、もう、うん、もうキミちゃんのファン。なんか、なんかご飯とかも詳しいですね。そうです、そうです、そうです。そんなそんなそんな、でも話とか言っとんじゃないの。うん、連れててもらってる。ちょっと待って、本当化粧中途半端なんです。いや、で、すごい縁なので。そうそう、本当に普通にネットでリライブシャツも買ってる。そうそう、私が杖をつかなきゃいけないぐらい、はい、本当コロナで脊椎のその狭窄症になっちゃって、はい、車椅子だったり、整形のいい先生に当たって運動しなさいと、はい、で運動して筋肉をつけると、はい、それやったらまあ何とか杖ついて歩けるようにする。運動しても筋肉疲れっていうのがあるんですよ、はいはい、そうなってくるとちょっとこう寝込む。それを繰り返しやってて、なんか効きそうな気がするなと思って、まあ、YouTube 見て、そうそうそう、俺が働きかましてほしい。働きかましてほしい。いや違う、あれ本当にリアルです。絶対ね、うん、これはまあ個人差あるけれども、はい、私は運動しながら、はい、それをあの身につけると、はい、楽なんです。だからスタスタと歩けるようになる。ちなみに今日来てくれるの、上下買ってくれるの。上下しかも何セットも買ってくれたんですよね。2セット何セット、2セット。もうそろそろ、まあまあ高いじゃん。でピコピコハンマーが来るかと思ったら人なんて今日も出なかった。あれはインスタツイッターとかその SNS にハッシュタグはかどるっていう載せてもらって、写真を載せてもらって、あ、そういうこと。で写真を投稿するときにハッシュタグはかどる、うんうん、やってくれた人に送りますみたいな。じゃあこっち来るもんね。あ、そう、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。体調はね、なんでこういう化粧は、なんでなんですか。素顔で来れなかったから。いや、こっちは怖いって。お面をつけるだったらこれかな。あ、お面つけてだったら動画出てもいいよって言っとったんですね。動画出てくださいと。再三断ったの。あ、そうそうそう。いや、俺はリライブのことを。いや、このでも本当に、来とる時と来てないって言って今でも差出ます。自分の重さっていうのは自分しか分からないでしょ。はい、本当鉛つけたように重いで着ると軽くなる。だけど脱いだらまた重たくなるんじゃないですか。脱ぐ時はもう寝る時、もうそれ以外ずっと着てる、着てる、うん、もうちょっと売れてもいいんですけどね。あれもうすごい DM とかめちゃくちゃ着てて、うん、そのリライブシャツに剣について、最近、うん、最近じゃない、ちょっとその売れた時、売ってた時、うん、もうすごいなんかその牛とかそういうのを引っ張ってる人、うん、とかも着てみたらすっごい引っ張りやすくなったとか言って、マジ、ね、言ったもんね。めっちゃ言った。それ動画撮りに行こうよ。会長もう今日いいっすわ。何ですか。だけどすごいね、牛引っ張ってる。私はその肩こりがなくなった。へ、だって思いも持つじゃない、どうしても、はい、買い物行ったりは、はい、なるだけ商業にしたりとかしてるけども、はい、肩こりが全くない。これ言っとったのは、これあの動画使っていいか確認するんで、まあ、編集でカットになるかもしれないんですけど、すごいんですよ。あの普通って時期とかじゃないですか、時期じゃないか。これね、これはちょっと動画にできないんですけど、言ったらなんですけど、要は何て言うの、あの圧力がかかるパチッとした、パチッとしてない、してない。ああ、なんかコンプレッションシャツ、
なんかそんな。これコンプレッションはダメなんです、逆に。コンプが出ないらしい。はいはい。それは何っていうと、これはもう企業秘密でしょ。動画使えないことが一つあって。なんかこういうのなんかやると、人間ってこの動きがここまでなんです。でもこれ切るとこの軽いでしょ。でも、今、これ、これ広がったバージョンです。じゃあ、でも、それっていうのは、何か特殊なものじゃなくて、これちょっと編集さん上手にいいとこ取られるので、いいって使ってほしいけど、これ本当に絶対言ったらあかんって言われてるから。だから、締め付けないのがいいね。そうそう、コンプレッションじゃない。逆にこれ、サイズピシッとしたらダメなんですよ。締め付けられると、やっぱり人間って、もう、まあいいわ、あなるけど、そう、それがなくて、もう効果が。めちゃくちゃ怖いもんね、なんかリアルに怖い。なんか怒っとるみたいな。一緒やろ、一緒やろ、一緒、一緒、一緒やろ、一緒。ダボダボの方がいいですか、じゃあ。ダボダボでもあんまいかんと。サイズは違う。まあ、そこやね。だけどコンプレッションじゃない。だって普通のだって、本当のリライブシャツ、コンプ、普通の T シャツだもん。汗の吸い取りがいいよね。あ、これ、普通は、あれですよ。なんとか効果って。それがすごい高いです。オイルかなんかかけるから。結局、もうそれすごいですよ。動画になってたよね。いや、速乾とかあるんですよね。そうそうそう。すぐ汗吸収して、あと消臭。消臭はついてないんですよ。すごいもう熱くなるんですけど。ちょっと金かけすぎた。商売の基本忘れるから。調子乗って、ちょっといい。やっぱ、重いじゃん。そう、熱量がないと伝わらない。成功しないし、多分。うちはまだ成功してないけどね。いや成功してるじゃないですか。すごいとこ行ってるでしょ。だってアバターのあれとかね、行っていいんかな。いいですよ。いい。アバターの化粧やってる。僕はアバターになってって。マジですよ。アバターの。これですね。監修。アート。あ、はいはいはい。本家本元の、まあ、ダイナー社っていうところの、はい、ダイナーがアバターの、デザイン。考えて、実際にやってる、はい、でその前から、その前からピエロピエロアバータピエロもう失笑失笑あばら面白い俺かける面白かった面白いと思ったの今の面白かったそんな聞いたらやっと喋ったらそれやっと喋ったと思ったら社長のごますりだったなんでお前ミオのコメント欄叩かれるじゃん、いつもなんかお前コメント欄でさ、浜野さんの時におるじゃん。なんでお前いつもおるんだって。白を見てるの。いや俺だから最近コメントやってるじゃん。なんでこいつはいつもおるんだって。まあ仕事やろって思うんだけど。でなんかそれをなんかシャシャっとるっていうふうに映っちゃうから。どこにでも社長についていくみたいな。ミオちゃんの、動画、はい、は一番的確。社長へのツッコミとか、周りの人にツッコむ。はい、ペコちゃんと、みおちゃんはもう的確見ててね楽しいもん。安井はどうでした？もう悪口になるからダメ大丈夫です。真面目すぎるから、ね、大丈夫です。昨日付けでやめました。真面目じゃないです。こんばんは。おー、大丈夫だ。ちょっとクルクルやったほうがすごい、社長にやったみーもやりたい。動画で出よう。あ、この動画で出よう。あ、そう。問題なんか僕らの時代ってその、なんかそういう暴走族全盛期みたいな時代だったんで、だからまあそこで出会ってです。中学校は隣の隣ぐらいだよね。遠いけど。で、そういうちょっとやんちゃの？やんちゃのところで出会って、ちょっと付き合ってたんですよ、リアル。へえ。何ヶ月ぐらい付き合ってた？2、3ヶ月。そんなに付き合ってねえだろ。1週間ぐらいだろ。なんかないよ。俺が振られた。本当にね。振られたっていうか。いや、しょっちゅう他の男のケースばかんない。よう言うわ。で、俺もその時は真面目に現場で働いてたの。働いとったわ。だから夜帰ってきて。出張中だったね。出張中。出張に行って終わるんですずっと出張から帰ってこないやつ。連絡も取れないし、帰っても来ないし。あ、携帯ないしね。取り寄ないじゃん、ポケベリじゃん。そういうこと。出張から帰ってきて、まあそういう、もう大体、その、単車とみんなが、まあ、だいたいルートみたいなのがあるんで、まあ、そう、バーって行くじゃないですか。他の男のケースもあったんですよ。だってバイクのあるの。だってバイクのあるの。もう。それでね、俺もちっちゃかったからね、多分ね、野球の試合でね。そんな可愛い時があったんですよ、今だではないと。今では本当に、少しもない。少しもない。なんか娘、女らしくなったね。本当
本当ですか？うん。一応そうじゃないですか。成人式の写真の時あった。みんな、ね、みんな見とるよね。うん。いや、視聴者に見せたいな。せっかくだから。一回俺が確認するわ。うん、そして。あ、キミコの顔散らかってダメだ。散らかったでしょ、ダメ。あ、これいいや。かわいいでしょ。あ、綺麗。あ、こういうのもできるんですか？もともとはこれなヘアメイクだから。あ、待ってきてよ。あ、お疲れ様でーす。じゃあ、お前が好きだから俺が守ってやるし、すべては俺の飛び込んでこい。ごめんなさい。ねえ、待って、俺も怒られてる。本田君です。ねえねえ、本田さんの服見て。本田さんの服見て。君はちゃんと着てきてる。あ、君は見とるよ。あ、座ってください、座ってください。なんでママに惚れたかというと、はい、同じ年代に私も主婦から仕事し始めた、はい、同じ年代で、うん、44で。もともと何ですか？主婦。仕事何もしてなかった。うん、ね、何をって。化粧？いや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 、あの本格的に仕事始めたのは、はい、ライブハウスやで。それは主婦からライブハウスやで、うんうん、いや、あ、メイクの方の勉強はして、メイクはやってたの。でもさ、趣味程度みたいな。でも旦那が本格的にやっちゃダメと。あ、やっぱ仕事はするな、うん、っていう話で。まあ、場所の違いなんて余計ですよね。だけどライブハウスだけは好きで。めちゃくちゃ怖いですよ、ね、さっきめちゃくちゃいいこと言ってるけど入ってこないですよ。見よ、こっち本田さんが入ってこんから。ポツンといるもん、本田さんが。本田さんがポツンといて話が入ってこんから。はい、お疲れ様です。あ、ありがとうございます。本田君痩せたね。あ、病院行った。スーフビール飲んどったかんないよ。食べ物とかも気をつけなきゃいけないし、プリン体がね、なんか自分で分かってくるでしょ。私ね、友達だけでスーフでね、亡くなってるから。亡くなってるのか。あの、スーフで死んでんだ。まあ、全部だからお化けみたいなこと出てきちゃう。何が面白いの。めっちゃ面白いだろ。俺めちゃくちゃ今面白いぞ、お前。大ヒットだぞ、お前今。多分ここだけだよ、大ヒットしたの。お前も笑ったら。笑うよな。大ちゃん一番笑ってるよ。どうにかなって。まずお化けじゃなくてピーロなのにって目を開けちゃったから。いや、すごい。でも。うますぎるよな。本当に映画に出てくるやつや。いやいやいや、これピエロでしょ。だけどね、ゾンビやってももっと怖いです。量販店のイベントで頼まれてゾンビ連れたら3体、はい、そしたら子供が泣いちゃった。で、一人の人はあのタバコ吸いにちょっと外入れたらガードマンに止められて。ゾンビよう止めたっすね。僕は今日ここに出演してるんですって言われて、もう本当にあのハロウィンがすごかった時は朝から晩まで化粧は、あ、仕事はあっちこっち行って、もう何軒も何軒も、もう今イベントがなくなったけど、あ、コロナで、うん、変わったでしょ、イベントの形態が。今ね、そういうあのいろんな人を使ってやるっていうイベントは少なくなったけど、たまたま去年そのハロウィンの時に歩行者天国があって、はい、でその時に、いや、ありますよね。その時にちょっとまあ久々だから出そうかって言ったら、すごいの、打ち合わせたようにみんなね衣装着てくるの。でそれに対してメイクするの。いや、たまたまさ、鬼滅ばっかが来るってことですか。鬼滅だったりとか、いろんなハロウィンにあのハロウィンの衣装着て来るとか、はい、でそこでメイクしてって言ってメイクするじゃないですか。あ、それに合わせて来年やりましょうよ。いいですか。いいっすよ。あの、で、YouTube やって、いや、社長なんか面白くしたいなと思ってる。なんかせっかくお手伝いしてもらったら、なんかちゃんとなんか盛り上げてあげたいなと思うんですけど、あんまりも多分数字取れないんですよ。俺がなんか、アバターになっても多分。はい、飲める？本当に痩せてまって、なんか俺なんか見てると、かわいそうになってカリカリになってる。ちょっとエアコンやばくないですか。寒くないですか。ちょっとさっき俺めちゃくちゃ寒いんだよ。顔のせいかもしれない。ほんじゃこっち。ほんじゃちょっとだけ映ってますからね。地味に。
カメラ回ってたろ、このルーム内に喋ってるとこ映した？映してない。あんまり本田さんね、今日喋ってるの？いや、もう本当にね、これ視聴者の皆さん、本田さんここがガリガリになったけど、ガンではない。ガンではない。じゃあ何ってことではない、ではないけど、キミコにだいぶ座れそうな。いやいやいや、そういうのあってずっと会ってないんだからね、こっち。どれぐらい座れるか、視聴者がちょっと一回来て。いや、結構視聴者来てくれるんだろ。うん、来てくれてる。まあまあ来てくれるもんね。ぜひ遊びで、まあいくら持ってこないの。1人5000人、まあ、なる、まあまあ、初回5000円。あ、いいね、それでもね、初回5000円が遊んでてね。テレビが流行っとる、流行っとるな。もうなんか、いいですよ。でさっきもいっぱいだってお客さん帰って言ったの。ご飯が美味しい。白米が。あ、帰ってた？帰っちゃった。あ、ごめん、あの美味しいやつ買っとく。はい、そうです。いや、水でガラッと日和だよ。米にやられた？米にやられたのか。いや、でっぱい2回ぐらいやりな。胃袋を掴んだら1回ぐらいエッチできたの？全然チーズしか食べない。1回もやってない。え、チーズしかないの？チーズしか食べない。やらせる1回。まあ、あのさ、話がぐっちゃぐちゃだよ。汚いわ、話よ。はい、動画を楽しんでいただいた皆さん、ありがとうございます。リライブ、2000匹だった2000匹2万円で2000匹。はい、2000匹だな。はい、分かんないですけど。前回あ、一番最初作った時思ったよりもね、俺もパーって全部一気に見てるかなと思ったけど、はい、結構作ったから、何千着、6000着ぐらい作ったの。ちょっとまあ残っとるって言ったらあれですけど、まあ、ちょっと頑張って、なかなかコンプレッションで、まあ、ちょっと本当にね、いい説明動画の中でしてくれたんで、まあ、あんまりそこ見てないと思うかもしれないですけど、ぜひ今回また期間どうしようかな、ちょっとまあその辺もジムとも相談して、期間とあれは入れてきます。まあ、金額はもう決まり、まあ、前回と同じちょっと値引きして、はい、販売するんで、ぜひ本当にね、動画でも言ったようにいいものなんで、ぜひ一回一つでも手に取って、はい、買ってみてください。あとなんだかな、そうそう、楽天、今楽天も買えるのかな。楽天と今までもともとのなんかベースかなんかだっけ、まあ、自社サイトみたいな、そういうのでもう買えるし、はい、どっちでもちょっと買えるんで、ぜひまた注文よろしくお願いします。はい、お願いします。シュッ。言い合わせたね。シュッ。わかる、これあれですか、シュッ。しまった、待って、途中で思い出した。